こんにちは、チョメです。第51話霧の向こうへ、前回の続きですね。いよいよこのところに上陸していきます。北海道に到着しました。これ温泉かな。北海道温泉へようこそ。北海道温泉は炭酸水素塩泉なのじゃ。トロトロした肌触りで美肌になれるんじゃよ。男湯かな、こっち。誰も入ってない。入ってみました。服で入ったら怒られるかな。可愛いピグちゃんと一緒に入れ、溺れてるピグちゃんがいいですね。これなんか温泉かなって思ってたんですけどね、ワールドマップで見てた時。美肌になれるって聞いてこの温泉に来てみたの。まだ世間に知られていないから、人が多くなる前にいっぱい入っておかなくちゃ。人がいない。なんか梨みたいなやつ、柚子かレモンかが浮いていますね。どうなんだろう、この寒い中に温泉みたいな感じ。このやつも可愛いですよね。魚の雪像だ、可愛い。日本刀が落ちてた、ここ。すごい、日本刀が落ちてるんだ。メンダコの雪像だ、可愛い。これお米とかは取れない。中入ってみよう、民家。いや、旅人さんかな。北海道へようこそ。北海道温泉にもう行ったかい。もし行ったことないなら一度行ってみるといいよ。今行ってきました。これダンスとかいろいろ調べる。うん、何か入ってる。小結びをいただいた。勝手になんか非常食を取ってしまったような気がするけど、しばらく使われてないようだ。なんか対戦相手がいないんですかね。これは金のなる木ですね。コインがもらえます。お、おじいちゃんとおばあちゃんかな。ほっほっほ、人が来るなんて珍しいの。なんにももてなすものはないが、ゆっくりしていきんさい。ん、誰じゃお前さん。ほう、釣り人さんか。北海道によく来たな。大変だったべ。うん、何か入ってる。お得用マキエさん泥棒してる、さっきからボロ電池重要なものかもしれないけど、冷蔵庫は何がある。美味しそうなものがいっぱい入ってる。で、左の方、あ、これもちょっと直していってみますか。開放、プレゼントがあります。ここ何が釣れるんだろう、魚。あとこれもちょっと収穫しておこうかな。芋、魚釣りします。気になりますよね、やっぱり新しいところでは何が釣れるのかっていうの。こちらね、釣りがメインのゲームなんです。こうやってね、ゲージをね減らして、いろんな魚を釣って、ミルキーシュリンプ図鑑を埋めてからね、こんな感じでやっていくんですよ。もしこっから見てる人もいるかもしれないので、ね、イスズミとか、これはちょっと昔釣った魚なんですけど、図鑑とか埋めたりとかして、どんな魚がいるのかなって言って、すごく楽しいですよ。今魚のレベルが高いのはちょっと後半になってるからですね。最初は本当レベル1ぐらいからね出てくるんでね。じゃあちょっと宝箱開けます。広告動画を見て開ける。桜エビを3個拾った。桜エビっていうのは最小サイズのお魚が確実に釣れるんですよね。結構レアだと思いますよ。お地蔵さんだ。自動販売機もありますね。お、ここに釣りマートがあります。新しい釣り竿をちょっと買いますか。湯上がりロット着せ替え。今回湯上がりロット装備してみようかな。湯もみロットとかある。これはなんか次回とか、まあ後々。カニロットはありますね。これ装備したいな、個人的に。ちょっと皆さんすいません、今回カニロットの方にさせてくださいかわいい。カニの方がいい、私は。この3つの中だったら。いや、どれも素晴らしいんですけどね。カニはちょっとセンスがいいですね。ここは足湯みたいな感じなのかな。当足湯は温泉を使用しております。お気軽にご利用ください。これ入れないのかな。まあ、こんな感じですね。では、右の方向かっていきます。イベントが始まりました。お、ここに隠れてたのか。く。近頃、ブラック GG 社の退職者が増えている。確かにうちはもともと人の入れ替わりが激しい会社ではあるが、しかしなぜだ、みんながみんな口を揃えて、させるべき新たな主に出会いました。なの何度言って辞めていく。一体どういうことだ。幹部 S ですね。どいつもこいつも、つきものが落ちたように目を輝きさせやがって。
なぜだ、何が原因で、どうしてこうなった。その手に持っているカニロットと小豚を釣り人、お前はまさかカニロット有名だったの。噂のチョメか。おえ、お前何か知っているな。まあいい、お前を倒したとならば辞めていった社員たちも戻ってくるはず。釣りバトルだ。この幹部もちゃんと元に戻るっていうか、ああ潮様になるのかな。でかいですね今回の魚。なあなあチョメハン、この人知り合い？なんか釣りバトル言うとるけど、あの釣り竿、いや変な格好、もう G って書いてありますもんね。おえ、あれは G 社員か。やからいきなり勝負って言ってきたんか。まあこっちとしても都合がええし、パパッと芝居やってや。話しかけて、まずはやめていった彼らの敵必ず取ってみせる。こっちから釣った方がいいのかな。まあ、餌とかつけないで今回、わーおー、いい勝負だ。アイテム小結び使っとこうかな。ちょっと不安だからね。あーよかった、使っとって。 お茶使う。ちょっと怖くなってきた。茶を使おう。これ一回逃げてからもう一回やったら小結び使えそうな気もしますけどね。グレートでいきますか。なんかクリティカル入らない。もうちょっと、まあいや冒険はしない、グレートでいこう。はい、あーやばい、いけ。クリティカル狙おうとしちゃった。ブラックアロワナですね。な、こんなに簡単に負けるだと。私は社内でもそこそこ力がある方だぞ。なのにこんなやつに。いや、私がこんなやつに負けるわけない。これは夢だ。部下がみんな辞めてってるのも、こいつがこんな強いのも、全部夢なんだ。ふ、ブラック GG 社の退職者が増えている理由が知りたいか。黒服だ。その声は。幹部で長く勤めてるけど、浄化されるのかな。この潮様のぬいぐるみかな。天から潮のゆるぬいが降ってきた。これ欲しいんですけど、すごく。ま、眩しい。なんだこの感じたことない暖かい光は。これこそがかつての GG 社員たちを構成させるほどの神秘的な光さ。ブラックであればあるほど、この聖なる潮様グッズは効くのだ。あー潮様、さすがです。やはり潮様こそ至高神の使いだ。く、なんだなんだこの、こんな暖かい光、まるで昔の、ああまるで雪が溶けたように心が浄化されていく。ああ今この瞬間、私は自分の愚かさに気づくことができました。まさに全てを浄化する神々しい光。乾杯です。どうして私はあんな会社にしがみついていたんだ。自らの罪を悔い改めるため、私も皆と共に潮様にお仕えします。ああ潮様、また救ってしまった。ほい、いきなりの釣りバトルやったけど、今回も無事に勝てたし、お魚さんも助けられたな。それにしてもあの人 GG 社の中でも力があるって言ってたし、チョメハンも結構強くなってきたんやない。この調子でどんどん倒していこうな。チョメちょっといいか。おえ黒服ハン、どうしたん。先ほどの元社員が気になることを言っていたので、お前たちにも共有しておこうと思ってな。ここから北東に進んだ先にポポツク海という海域があるのだが、その島に GG 社員が潜伏しているということだ。元社員が言うには、何やら訳ありの人物で、GG 社に関する重要な秘密を握っているとかいないとか。もし接触するときはくれぐれも気をつけろよ。ああ、なるほどな。次の目的地はポポツク海か。了解やで、黒服ハン。ありがとな。だから前回の動画で、これ右上行かなくてよかったですよね。ちょっと、どうしようかなって言ってたけど。だから、今から行きますね、今日。だから、ごっちゃになると思ってね、前回の動画でここまだ解放してないんですよね。解放する。こっちの方が分かりやすいですからね、ストーリーとか。ニューエリア解放、やったー。
何が釣れるんだろう、ここも。もう場所分かってるんですけど、ここ何の魚が釣れるのかっていうのも気になるんですよ、私。皆さんすいませんね、ストーリー気になるかもしれませんけど、私はね、釣りがしたい。後からでも釣れる。いや、それは分かってる。私は、ね、今何が釣れるかをちょっと釣ってみたい。これは。カンパチが釣れた。でかいですね。この辺も釣っとこっか。ただ体力がなくなってきたな。125。ちょっと実況するときは広告スキップチケット。ちょっと広告スキップチケット買っちゃおうかな、これ。今。ねえ、アオリイカ。ちょっと買おうかな。あ、ちょっと待って、虹色の魚が出てきちゃった。ちょっとこれは最高級釣り餌。使っていこっか。確実に、大きなやつ。じゃあ、やりましょうか。188。やばいぞ、これ。天結びでも食べとく。左。ちょっと、いっぱい失敗できるよ。これ、逃がしたらいなくなっちゃうからね。ちょっと、いや、うまちゃにするか。ま、あ、ま、でも真ん中結構広いか。左は広がらないんだったな。ちょっと左狙っていく。やばいやばい、左。あ、ダメか。もうちょっと遅くか。こんぐらいか？オッケー、こんぐらいね。オッケーオッケー。クリティカル狙いはオッケー。あ、こんなにいらなかったな、おむすび。真ん中行く？結構ダメージ食らう。112。やったー。大めんだ。こう、見てください。経験値の上がり方。すごい。めちゃめちゃ上がった。いや、たまになんかこの虹色のやつが出るみたいなんですよね。いや、よかった、釣りとかして。だからこうやって、いろいろ釣ってたら出るのかな？それとも見渡してたら現れるみたいな感じなのかな？上とかはこんな感じになっておりますね。この左の方にも、あとは、ここ左に行ったら、ここに飛べるみたいな感じ。いいですね。この左はね、この先に住むには用事を終わらせてからにしよう。だからまた後ですね。だからブラック GG 社を倒さないといけない。ポポツク海の真ん中のところですね。この辺のね、魚もちょっと釣ってみたい。128。いやー、いいバトルしたなー、すごく。ちょっと、レベルがないなー。ちょっとこの辺で一回広告を見るか。白、海、牛。なんかいろいろ釣ってからレベル上げた方が良さそうな気もしてきたな、本当に。125。これ、なんかライフが少なくなったらもうこっち狙いですよ。クリティカル。ゼロだから。これはもうこれで釣れるか。なんかイカちゃんがね、多いですね。アオリイカ。イカって美味しいですから。お、金色の魚が今度は出てきた。じゃあちょっと動画視聴で回復します。やっぱり釣り楽しいですよ、本当に。最高級釣り餌使っとこうかな。はい。さあ何が釣れるんだろう、ここの黄金の魚は。あと、ブラック GG 社と戦うために、体力なるべく、マックスでやりたいです。うわ、なんか、ちょっと気持ち悪い。海サボテン。皆さん大丈夫です。私は大丈夫だけど、あまり苦手な人も中にはいるかもしれない、今のは。129。これカンパチかな？なんかでかいから同じかもしれない。まあ、結構いろいろ釣りましたね、今回。あ、カンパチだ。美味しそうですよね、カンパチ。じゃあ、挑みますか。この真ん中。すごいな、これ。どういう状況かな。僕だけのバカンスやってる。いや、よくここまで来たね。え、この小さい島？ここは僕の島だよ。ん？ここで何をしてるかって？話すと長くなるんだけど、聞きたいかい？あ、聞きたい。そう、あれはとても暑い夏の日だった。新入社員として期待と希望を胸に入社したブラック GG 社。毎日汗水垂らして晩まで働いたが残業代は支給されず。過度なノルマに追われ心身ともに疲れ果てていた。よくやめないね。よく続いてるのがすごいと思う。そんな時やっとのことでもらえた休みを使ってほんのひとときのバカンスを楽しむため船旅に出たのさ。しかし、事件は起こった。急に天候が悪くなり、雷は鳴り響き、海は荒れ、そのまま船は沈んでいった。そして目覚めると、そう、ここだったってわけ。すごい状況だな。僕はもう帰らないよ。ここは僕の永遠、バカンス島だからね。どうやって生活してるのかな？魚釣って食べてるのかな？なんや、聞いたことある話やな。ところであんた、GG 社が何をしようとしとるんか、詳しい情報知らん？
え、TG 社の情報？やだ、あの会社のことなんかもう思い出したくもない。そうなん？でも黒服班が重要な秘密があるかも言ってたしな。ちょっと調べさせてくれへん？この島を調べる？君、僕からこの島を奪うつもりなんだね。おい、違う違う、奪ったりせえへんで。もしや、GG 社の追っ手か。クソ、なぜバレた。こうなったら次で勝負だ。行け、島の守り神、ローギン味。私、いろんな釣りゲームやってるんで、何を釣ったのか釣ってないのかって、わかんないんですよね。ほえー、違うんやけどな。せやけど、お魚さん、ホットケンシ、助けよか。海底ハントっていうゲームとかも遊んでたのでね。じゃあ、ちょっと、行きましょうか。ローギン味、私、どんなのかわかりますよ。釣り上げたら。126か。いい勝負。私も127。なんかブラック GG 社より周りの魚の方が強い気もしますけどね。でもこれって、あ、ローギン味ってラウンド1のあたりに出るやつじゃないでしたっけ。これなんか釣りライフプラスでもなんか釣れてたような気がする。場所確かその辺だったと思うんですけど。ふふ、負けたよ。さあ、この島を豚のお家にでも何でも好きにすればいいさ。そんなんせえへんで。お家にするにはちと狭すぎるわ。島を調べさせてくれればええわ。しかもなんか寒そうだしね、ここ。あ、チョメハン、これって。GG 社の鍵を拾った。え？これって、鍵なんや。GG 社の、なんかな？後で役に立つかもしれんし、とりあえず持っとこか。ほんじゃ、手がかりも手に入ったし、せっかく来たんや。もうちょっと、この辺りで釣りしてみようや。この辺りで釣りするの？やめる。これ鍵はどこなの？あ、左の方に行くみたいな感じか。これ引き続きやっていきますか。じゃあ、64,800ですね。だから、今回はこの右上のエリアの方を、どんどんクリアしていくみたいな感じになっておりますね。イベント始まるかな。ボロいスクラップとかも落ちてる。冷たい海域ですね。なんかすごい霧が激しい。ほえ、なんやここ。今までの霧よりもむっちゃ濃いやん。今のライトじゃ全然見えへんで。迷子になってしまう前に、はよ戻ろう戻ろう。まだ行けないみたいな感じですね。まさかこんなに霧が濃いとは。ボートの光をもうちょっと明るくしたらええんかな。お、またテトラさんかな。おえ、スマホに着信が。この番号はテトラ班からや。もしもーし、テトラ班、ちょうどええところに。何度も申し訳ないんやけど、こないだのボートの調整を。あ、もしもし、ピグくん。ごめんね、今はそれどころじゃないんだ。おえ、そんな慌ててどうしたん？何かあったん？あのね、さっきからポット君の姿が見当たらないんだ。ほえ、ポット班が？うん、彼のことだから大丈夫だと思うけど、僕に黙って勝手に外出したことなんて今までなくてさ、スマホに連絡しても出てくれないし、もしあったら帰ってくるように伝えてくれない？あ、うん、了解や。はあ、どうしてこうも若い人たちはすぐ行方不明になるんだろうね。あ、ごめんね。じゃあ、よろしくね。ポットハン、どないしたんやろ。最近ちょっと様子が変やったしな。心配やし、とりあえず探すのを手伝おっか。第52話、僕だけのバカンス。ポットがいなくなった。釣りのついでに探してみよう。釣りのついでにってなってる。だからこの先は進めないんですよね。ポットくんが行きそうな場所って自分の家かな。違う、自分の家にも帰ってない。あれ、メインクエストって出てない。どこだろう。これは自力で探すみたいな感じになっちゃうのかな。皆さん、ここですね、メインクエストちゃんと書いてありました。これ隠れてから分かんなかったですね。これ私、ポットくんの実家に行こうかなと思ってました。追い風タウンに行けば OK です。ここの上のところですね。なんか勉強してるのかな。こうやって回り込むんだったかな。ここ。あ、ポットくんいた。ポットはん？あ、チョメさんたち。
探したで。こんなところで何しとるん？ちょっと一人で考える時間が欲しかったっていうか。そっか。せやけどちゃんと連絡せんとあかんで。テトラハンも心配しとったし。テトラさん？心配してますかね。当たり前じゃん。せやせや、テトラハンはいつもポットハンのことを大事に思っとる。学校のことやってちょい急ぎ足だったけど、ポットハンの将来のこととかも考えてのことやし。学校。うみちゃんが教えてる学校ですね、これ。なあ、ポットハン、もしかしてやけど、学校に行くのが嫌やの？俺、難しいことはようわからんけども、その学校に行けば将来大きいお船でお仕事できるんやろ？憧れの船乗りさんに会えるかもしれへんのに。そう、だけど。寂しいのかな？寂しい？そうかもですね。本当は喜ぶべきなのに。工房を出ることを想像したら複雑な気持ちになりました。俺、夢を叶えるためにテトラさんの弟子になったはずなのに。ああ。こんなんだから俺はいつまで経っても。ポットハン？あはは？こういう時、テトラさんならきっと、何事もなかったみたいに簡単に解決しちゃうんでしょうね。テトラさんも悩んだはず。そっか。そうですよね。よし。俺、覚悟を決めました。二人ともありがとうございます。言ってもうた。なんかようわからんけど元気になったんならよかった。何やろか？とはいえ、ポットハンがちゃんと帰れたか気になるし、ポート工房まで行ってみようか。ちょっと久しぶりに中入りたくなったので入ります。これ三章のところですよね。あ、海先生じゃなかった。すいません。海ちゃんが前いたからね。海ちゃんはなんかゲスト講師みたいな感じだったね。こんにちは、いらっしゃい。ここは優秀な釣り人を未経験から育てるフィッシングスクールです。見学はご自由にどうぞ。懐かしいな、ここも本当に。なんかクイズみたいなのが楽しかったです。じゃあ、波風ターン。ボートか。中か。中にいるみたい。なんか久しぶり中に入るのも。みんな揃ってる。ポット？ポットくん？ポットくん？一体どこに行ってたんだい？みんなが呼びかけてるのいいですね。最近は変な黒い服を着た人たちがうろついてるっていうし。君に何かあったら僕。大丈夫。黒服は味方だから。テトラさん？テトラさんが俺のこと。考えてくれるのはよくわかっています。だけどもう十分なんです。え？俺がいなくてもテトラさんが平気だって言うなら、俺だって一人でやっていけるはずです。いつまでも子供扱いしないでください。ポット君。テトラさん、俺を学校に行かせたいのは、俺がまだまだ未熟だからですよね。え、まあそれも一応間違っていないね。じゃあ、もし俺が船を一人で作れたら、学校への入学を取りやめることを考えてくれますか？ほえー。いいよ。だけど僕が納得できるほどの立派な船でないといけないよ。できるの？今まで手伝いや掃除ぐらいしかしたことがないのに、そんな賭けしちゃってもいいのかい？ええ、やってやりますよ。それで免許改善ってことにして、ここを出て行ってやります。言うようになったね。そうだ。今の君にちょうどいい依頼があるんじゃないかな。ね、ピグ君たち、ちょうど船が欲しいって言ってたよね。大丈夫かな？さらに濃い霧のやつなんだけど。ほえ、俺ら？確かにそうやけど。そうなんですか、チョメさん。よかったら今回は俺に作らせてください。
テトラさんよりすっごい船を作ってみせますので、まあ、ダメだったらまた戻ってきてからね。ダメだったよって言えばいいしね。どうするチョメハン？いや、お願いします。本当ですか？ありがとうございます。それじゃあ早速作りに行きましょう。さあ早く。今から？早ない？いや、私今回ここで終わろうと思ってるんだけど。あはは、どうしましょう。あはは、ポットくん、いつになく張り切っているね。テトラさん、なんか嬉しそうだな。そりゃポットくんが元気だと僕は嬉しいよ。まあ確かに最近のあいつはやけに元気だな。なんか明るくなったというか。ポットくんはもともと明るい子だったと思うよ。だけどそれを表に出すのが少し苦手だっただけじゃないかな。もともとね。ならさ、テトラさんも表に出せばいいのに。え？それにしても養成期間懐かしいな。ケイソンハンは昔テトラさんと同じ学校に入っとったんよね。そうそう、たまたま同室になってさ。テトラさんは訓練生の中でも優秀だったんだ。ほら、あの人頭いいだろ。それに比べて俺はギリギリだから、いろいろ勉強とか教えてもらって世話になったわけよ。卒業してからは疎遠だったんだけど、この島の港でまた会うとはな。腐れ縁ってやつ。最初会った時はそのすげえびっくりしたよ。テトラさん昔と雰囲気結構変わってたからさ。このポット君に話しかけたいんですけど、これは次回にします。はわわ、大変なことになっちゃいました。ではご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。次回第53話作戦会議やります。